となる UI 機能の実装を支援するクラスを提供する UI ツールキットである。回のウィジェットの上層に位置し、一般的な UI プログラミングタスクを制御するクラスを提供する。スタンダードウィジェットツールキットにモデルビューコントローラーの視点を持ち込んだものと言える。ウィジェットの層とフィルタリング、更新などの門切り型のタスクを処理するビューークラスを提供する。 独自の動作を定義し、特定のコンポーネントに割り当てることを可能にするアクションを提供する。イメージとフォントを格納するレジストリを提供する。標準ダイアログとウィザードを定義し、ユーザーとの複雑な相互作用を構築するフレームワークを定義している。その目標は、すべての UI アプリケーションに共通する問題を、 解決することや基盤となっているウィジェットシステムについて心配することなく開発者が自分のアプリケーションの実装に専念できるようにすることである。エクリプスプロジェクトでヤフェースを開発するにあたってプログラマから SWT コンポーネントの実装を隠すという意図があったわけではない。ヤフェースは SWT に依存しているが SWT はヤフェースには依存していない。 さらに、エクリプスワークベンチは、ヤフェースと SWT を使っており、状況によっては、ヤフェースをバイパスして、SWT を直接使っている。ありがとうございます。